よ、ネット上でみんな悪口ばっかり言いやがってよ、ムカつく。俺はリアルで悪口言ってやる。バーカバーカバカ。達也さん、リアルでも悪口言わないでよ。もう俺悪口とかもう聞きたくないんだよ。俺のこのストレスはどこで発散すればいいんだよ。川で叫んできてよ。うるせえ。明日から稽古だけど、お前のセリフの量は膨大にしてやる。明日までに覚えてこいよ。うわさんの撮影の手伝いに呼ばれてしまって手伝いたいんだ。何を言ってるんだ。今日から稽古だぞ。バカなのか。俺はどうしてもメグウィンさんの手伝いをやりたいんだ。今日から3日だけ稽古を休ませてくれ。ダメだ。お兄ちゃん。なんだ。俺が大地君の役もやる。一人二役めちゃくちゃセリフ多いぞ。全部覚えられるんだ。これが台本だ。ゲロゲロ。ゆうやのゲロゲロに免じて3日だけ猶予をやろう。この3日で帰ってこなければゆうやの一人舞台決定だ。え、一人芝居な、なんだって。必ず帰ってきてよ大地君。ああ任せろ。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、宗氏小田原、一色町をお過ぎなされて、なんで台本にウイロウリのセリフが組み込まれてんのさ。ただの嫌がらせさ。あいつ帰ってこねえな。あいつはこのままめぐいチームかな。お前の一人芝居決定だな。大地君は帰ってくれ。ゆうや、待たせたな。すまなかった。マジで大地くん、正直セリフ覚えるの辛かったから、一回だけメグさんのところに迷ったけど、俺だって公演成功させたいんだ。マジで俺は今大地くんが語尾でマジでって言うから一瞬メグさんになっちゃったのかなって錯覚したけど、一回だけ。ゆうや、大地くん、俺は一回迷った。お前は一回疑った。一度だけ殴り合おう。ゆうや、大地くん、絶対公演を成功させよう。ごめん、君たちの姿に心を打たれた。嫌がらせで書いた台本は書き直させてください。一からやり直させてください。お願いします。君たちの友情物語カメラに押さえさせてもらったよ。マジでメグさん、君たちは YouTube もやった方がいいよ。マジでメグさん。Thank you.
最高や。何番それどっち？何番？ちょっと待って、どっち？何番それ？一回返す。なんだって？必ず帰ってきてよ、大地君。